皆さんこんにちは、Pレジェンド大林です。今回はですね、ダイエットしたいんで有酸素運動頑張ってます、毎日ジョギングしてます、まあよく聞く言葉だと思うんですけども、ダイエットに有酸素運動は効果的なのかどうかというお話をしていければなと思います。体脂肪を落としていくってなると、最初に思いつくのは有酸素運動かなって思うんですよ。ランニング、ジョギングとかウォーキング、まあ環境的にできる方であればね、プールに通って水泳される方なんかもいると思うんですけども、やっぱり脂肪燃焼イコール有酸素運動みたいな考え方を持ってる方はたくさんいらっしゃると思うので、本当にそれがダイエットに関して効果的なのかどうかっていうのをもう一度考えてほしくてですね、この動画を撮っています。結論からいきますと、有酸素運動ってそこまでですねダイエットに対して効果があるわけではないので、あんまり期待しすぎないでください。もちろん効果はあるんですけども、有酸素運動やったからどんどん痩せていくかっていうと、そういうわけではないので、そこをね気をつけていただいて、うまく有酸素運動をダイエットのプログラムに取り入れていただければなと思っています。その理由がですね2つあります。1つ目が、実は有酸素運動ってそれほどカロリーを消費してくれません。時間効率が非常に悪いんですね、実は有酸素運動というのは。例えばですね、ちょっとこう二の腕がたるんできたり、お腹が出てきたからウォーキングでもして痩せようかしらなんて考えている体重50キロの方が、早歩きで1時間ウォーキングして消費できるカロリーって個人差があるんですけども、ざっくり言って250キロカロリーぐらいって言われてます。この250キロカロリーを食べ物に直すとどれぐらいかっていうと、コンビニに売ってるおにぎり1個でだいたいですね200キロカロリーぐらい取れちゃうんですよ。1時間頑張って歩いておにぎり1個分しか消費できない。じゃあもうちょっと頑張ってランニングにしましょう。だいたいですね1キロ6分ぐらいのペース、フルマラソン走ったら4時間ちょっとかかるぐらいのペース。定期的に走ってる方でしたら、しんどくもないけどめちゃくちゃ楽でもないぐらいのペースだと思ってください。それぐらいのペースで1時間走って消費できるカロリーがだいたいですね550キロカロリーぐらいって言われてます。じゃあ走ってちょっと疲れてお腹空いたなと思って帰りにコンビニ行って菓子パン買いましたと。菓子パン1個のカロリーってだいたいですね300キロから500キロカロリーぐらいあるんですね。なので甘めの菓子パンとか重めの菓子パン買ってしまうと、1時間頑張って走ったのが台無しになっちゃうぐらいのカロリーになってしまうんですよね。なので頑張って時間をとってやる割に、有酸素運動の消費カロリーっていうのはそれほど大きくないんですね。有酸素運動を頑張ってやる、まあそれももちろんいいと思うんです。有酸素運動好きな方なんかはね、こう外歩いたり走ったりして気分転換にもなるでしょうし、やっぱり毎日の運動習慣をつけるっていうのはダイエットですごい大事なことなので、有酸素運動の時間をとって頑張って運動するっていうのももちろん大事なんですけども、それ以上に食事の管理をきちんとするという意識を持ってダイエットしていただきたいなと思います。それこそ菓子パン買ったりとかそういうのをやめるとか、夜のね晩酌のビールをやめるとか、ビール 350ml の缶1本でだいたい150キロカロリーから180キロカロリー、まあゆっくり1時間歩いたのと同じぐらいのカロリーなので、お酒をやめるとか間食をやめるとか、そういうことを積み上げていくだけで摂取カロリーを抑えることができるので、有酸素運動だけでこう痩せていくっていうよりは、有酸素運動はまあ疲れすぎない、まあ、気分転換でね楽しくできるぐらいにしておいて、しっかりね食事の管理と組み合わせてダイエットしていただくことで効率よく落としていけるんで、有酸素運動だけで痩せようとするのはあまり良くないんではないかなと思います。では2つ目なんですけども、有酸素運動を頑張りすぎると筋肉を落としてしまって代謝を落としてしまう恐れがあるんですね。マラソン選手想像してみてください。めちゃくちゃ細いですよね。まあマラソン選手なんかはね、もう本物のアスリートなんで、競技に特化した本当に素晴らしい体なんですけども、一般の方が有酸素運動を頑張ってやって痩せていこうとすると、マラソン選手のようなこう筋肉がどんどん落ちていって、もう本当に走るのに必要最低限の筋肉しかついてないような体にどんどん適応していってしまうので、筋肉が落ちていってしまう恐れが
あるんですね。走ってる間はねカロリー消費するんでいいんですけど、走ってない間の基礎代謝っていうのは筋肉の量で結構変わってくるので、筋肉を落としてしまうとそれだけですね基礎代謝も落ちてしまってカロリーを消費しにくい体になっていってしまうんですね。なので有酸素運動も好きでやってるならいいんです。週末にね自転車で出かけてロードバイクでねもう一日中走ってるのすごい楽しくてやめられないんですっていう方でしたら、どんどん乗っていただいていいですし、もうマラソンが趣味でね週末30キロとか長い時は50キロぐらい走るんです、そういう方は全然いいんです。楽しくやっていただければいいんですけども、痩せたいからやりたくないのに我慢して長時間有酸素運動をこう続けるっていうのは実は筋肉を逆にね落としてしまってダイエットの効率も落としてしまうんで、そこまでする必要はないですよっていうことだけはお伝えをしておきます。なのでダイエットをしていくにあたって有酸素運動だけをですねどんどん頑張ってやっていくっていうよりは、ダイエット中でも筋肉を落とさない、筋肉をつけていくための筋トレをしっかりやっていただいた方が実は効率よくですね体脂肪だけを落として見た目をですね良くしていくことができるので、有酸素運動だけで痩せようとするよりは食事制限と筋トレを組み合わせて気分転換で有酸素運動をしていただく、無理のない範囲で有酸素運動をしていただくのを私はおすすめをしています。ということでですね、今回はダイエットと有酸素運動の関係についてお話をさせていただきました。実は有酸素運動は消費カロリーがあまり大きくないので食事制限と組み合わせてくださいということ、有酸素運動をやりすぎると筋肉を落とす恐れがあるので、有酸素運動だけじゃなくて筋トレもしっかりやっていきましょうというお話2つさせていただきました。その他にもですねダイエット減量について気になることがあればコメントよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。